どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾と今日一緒にやってくれるのは可愛いあかりです。というわけであかりと一緒にやっていきたいと思います。最初の質問ですね。ラブラドール、6ヶ月半の、子ですね。いつも、楽しくお勉強させていただいてます。ありがとうございます。毎日朝晩計2時間くらいのお散歩、またはそれ以上のお散歩プラス、週2でドッグランで遊ばせてます。頑張ってますね。ここ最近、犬が気に入らないことがあると、家族に噛みついたり鼻にシワを寄せてうなったり、飛びかかってきます。何をした時かな？毎回ではありませんが、ノーと強く言うと余計に興奮してしまい、口でね、抵抗してきますと。また、家族がソファーでくつろいでいると、あうあう甘えたような声を出して、甘えてきて、少しずつですけどね、興奮して歯を当ててくると。どちらの場合もリードをつけて 2,3 分無視をしていますが、この対応で良いのでしょうかっていうことと、血が出るほどではありませんが、ミミズバレ、あとは、ひっかき傷、青あざ、そのうち、どんどん、ね、怪我が発展していくんじゃないかっていうことで、少し怖いですってことですね。はい、お答えしていきたいと思います。まずね、リードをまずねつけて 2,3 分無視してるって、まあ対照的に正しいですかっていうところからちょっと話をしていくと、それでいいと思います。ただ、一番大事なのがある程度噛んでくるのを何回か許しちゃってからっていうよりも、甘噛み自体は興奮からきます。なのでもう大体こっちもあちょっと興奮してきたなっていうと分かりますよね。なので噛むまで待たない方がいいと思います。ちょっと興奮してきたなと思ったらその時点でリードをつけて我慢させて落ち着いたらっていうことと、あとはね、6ヶ月半まだ若い子なので、運動と同時にねせっかくなんでトレーニングを入れてきながら、特にね、まだ何をしたらとは書いてはないんだけども、まあ、本人が面白くないことがあるとっていうときっとね何かをしよう、ブラッシングとか、ごめんね、推測になっちゃうんですけどね、撫でてあげようとか、なんかしようと思った時に興奮してそういう行動が出るんじゃないのかなっていうところで、しっかりね、お座り待てとか、あとは簡単なね、興奮を抑えるトレーニングは、日常で入れていってあげるといいのかなと思います。ぜひね、動画でお座りとか、伏せとか、待てとかもね、動画の方出してますので、そういうの見ながらね、少し教えていくようにしていきながら、あとは、もちろんね、運動今たくさん取ってもらってるんですけど、おそらくね、今見てる感じと、自分のごめんなさい、推測で話しちゃいますけど、チョコレート色のラブラドールにこういう、なんだろう、ちょっと活発でカプっていう、こうね、ちょっと多く見る気がするかなっていう個人的な見解になっちゃうんですけども、でも、運動ももちろん大事なので、運動もそのまま取っていきながら、少しね、様子を見るようにしてみてください。はい、2つ目の質問ですね。4日前にお迎えした子で最近急にゲーゲーと言い始めて泡を吐きます。これは病気ですかっていうことで、ストレスだったらね環境を良くしていきたいと思いますということで、シーズン3ヶ月さんですね。ストレスで吐くことももちろんあります。人間もそうなんですけど、緊張すると気持ち悪くなりますよね。あれと同じような感覚は確かにあるんですけども、ごめんなさい、これもね私の見立てだとおそらく、空腹なのかなと。まあやっぱりお腹が空いちゃうと戻すことってワンちゃんってあるんですけども、お家の中で、まあ、ちょうど4日前っていうとちょっと慣れてきて家の中で動いたりすると、まあ、ペットショップで迎えたとも書いてないから何とも言えないんですけども、まあ、例えばねペットショップさんとかだと、狭いところにねずっといるからあんまり動き回るっていうことがないんですけども、お家で慣れてね少し広いところで遊んだりとか運動したりするとご飯が足りない、もしくはまあ本当は子犬の時期って1日3回とか4回とかってあげたりするんですけども、例えばお仕事の都合で朝晩の1回ずつしかあげ、まあ、2回しかあげられないとか、あとは、何か忙しくて今日は1食になっちゃったとか、そういうことになってくると食事の間隔の間が空くとすきっぱらで戻しちゃうことってあるんですよね。なのでこれがもし例えばね朝毎回起きるんであれば、まあ本当にね夜寝る前にちょこっとだけね晩ご飯の他に追加で少し食べさせてあげたりとか、そういうものでもね予防できると思うんですけど、ただあんまり頻繁に吐く、量が多い、あとは明らかにこうなんだろう吹き出すみたいな吐き方がおかしいとかってなってくると、病気もしくは誤飲で何かが詰まってたりとか他に原因がある可能性もあるので、病院に診てもらった方がいいのかなと思います。ね、ただ子犬だからね、ストレスの影響ももちろんあると思うのでちょっとね様子見てあげてもいいと思うんですけど、まあ、あとは本当にねどのぐらいで戻しちゃうっていうのは頻度にもなってくるとは思うんですけどね。はい、というわけで、
まずね、ラブラドールの子ですね。まず大型犬ってそれだけでもまあ運動量が多くて、で若い時は元気いっぱいなので、正直ねこのぐらいの頃っていうのは、まあ、やっぱりそのぐらいの元気はある子たちの方が多いのかなと思います。ラブラドールっていうとね、どうしても、盲導犬みたいなおとなしいですってイメージがあるんですけど、基本的には、アジリティやったりとかボール持ってきたりとか、まあ、活発な子たちも非常に多い犬種で、でまあ運動量ももちろんね、多い犬種にはなってきますので、まあ、ちょっとね噛んだりとかっていうのは出やすいとは思うんですけども、まあ、きちんとね運動を取らせてってあげながら、あとはねダメなことをダメって教えるっていうよりも、ダメなことじゃないんだけども、例えばブラッシングに噛んだりするときにそれを叱ったりとかするよりは慣らしていく、あのブラッシングかけたらおやつあげて褒めてあげるとか、なんかそのね嫌がるような行動をプラスのメリットに変えていけるとねかなり減ってくると思いますので、皆さんもねワンちゃんたち問題行動をいろいろ起こしていくとは思うんですけども、成長の過程でかなり抑えられてくるのと、あとは、今が一番本当に手がかかる時期だと思います。6ヶ月とか3ヶ月ってなってくると、なので非常に大変だと思うんですけど、今向き合っておくとね後から必ずいい思い出になります。なので、今少しずつワンちゃんたちとちょっとだけですけどね、短い期間ですよ、頑張って向き合ってみてはいかがでしょうか。はい、ではね、雑談の方を始めていきたいと思います。まずね今日何を話するかっていうと、ワンちゃんのね運動についてちょっと話をしようかなと思うんですけど、その前によくね自分も言うんですけど、もちろんね飼い主さんが運動させてあげるとか、まあ、満たしてあげられる、それが本当にできるならそれがベスト。ただ難しい方もいますね、中にはね。でよくね、自分が例えばトレーナーさんに預けて運動してもらうのもありだよって話をするんですけども、お金かかるか、まあ、お金がある人のやり方だよねって言われること多いんだけども、基本的に、ワンちゃんのトレーニング、まあ、トレーニングに限ったことじゃないけども、ワンちゃん飼った時点ってある程度お金をかけるか時間をかけるか、このどちらかしかないね。本当お金かけたくない人は自分でいろいろやってあげて時間割いてあげればもちろん大丈夫だし、で時間割けない方は代わりの人に時間を割く形になってくるので、もちろんね代わりに他の人の時間を割くっていうことは、そこにはもちろんお金がかかるって話になってくるんですよね。で本当まあ預かるトレーニングのまずいい悪いみたいな話がちょっと出てくる。これもちょっと話をしとこう。で預かってトレーニングしますっていうところに預けてっていうとでどうかなっていうのは、正直に言うと、例えばワンちゃん預けました、例えば甘噛みするからしつけてもらうのに預けて直そう、まああまりにも極端に甘噛みが強く出ちゃう時に、一番最初に例えば何回かね向こうの人にお願いして止めてもらうことがあるにしても、きっかけを作るだけであって、最終的には自分たちがやっていかないと解決にはならないから、預けてっていう方法はあんまり良くないよって、まあ、周りに聞いたりしたことも多いと思うんですけども、ただね自分の言うトレーナーさんに預けてもいいよっていう話って何かっていうと、それはトレーナーさんのところに預けるときに、自分がよく言う預けるっていうのは、本当にワンちゃんが疲れるまで遊ばせてくださいねって、まあ、ワンちゃんを遊ばせるために、人間でいう保育園とか幼稚園じゃないけども、お子さんを預かりました、遊ばせてあげて疲れさせるために預けるっていうことは自分はすごくいいと思いますね。なんでかっていうと、例えばね自分たち仕事行きます、家の中にワンちゃん置いてきます、帰ってきます、めちゃめちゃ興奮します、トイレ失敗します、甘噛みしてきます、追いかけてきます、吠えます、注意しても止まりません、それが毎日続きます、まあ、辛いっすよね、これ本当に大変だと思います。で言うこと聞かない、当たり前なんですよ。やっぱ興奮が大きすぎちゃうと難しいので、本当だったら疲れててくれれば、ワンちゃんが疲れててくれれば反応も小さい、反応が小さければもちろん抑えやすい。ただ自分たちが仕事行ってる間に自分たちがね2人に分身することはできないので、じゃあどうするかっていうと、誰かにお願いして遊んでもらう。で遊んでもらうことによって自分もワンちゃんも疲れた状態で帰宅できる。そうなってくるとどうなるかっていうと、お家の中でももちろん興奮して走り回ったりっていうことが少なくなると、少なからずトイレの成功率は上がりますね。トイレっていうのは運動が不足すれば不足するほど失敗率は上がりますね。部屋の中走り回ったりとか、サークルの中でもね、例えば普
2日3日ちょっと雨が続いてお散歩行けませんってなってくると、サークルの中でおとなしくいつもできてた子たちが吠えたり走り回ったりっていう行動が出てくるんですよ。でそうするとね、臓器が活発に動いていくことによって、うんちおしっこが我慢できなくてその辺でしちゃうと、まあそれが癖になっちゃうこともあったりはするんですけども、基本的には、興奮がワンちゃんにとって正しい判断、もしくは人とのコミュニケーションで何か教えたいっていう時の妨げになる。ものすごい当たり前の話だけども、何か教えてしつけトレーニングするときに興奮してるワンちゃんにトレーニング入れるのと興奮してないワンちゃんにトレーニング入れるのどっちが楽ですかって言ったら、もちろん興奮してないワンちゃんにお座りって言った方が、もうビョンビョンして走り回ってるのにお座りって言ったりとか、吠えまくってくるやつを座らせるとかっていうよりも全然簡単で、そのためにはやっぱワンちゃんをいつも落ち着いた状態を作っていくっていうことが非常に大事にはなってくるんですけども、それだけの運動量、例えば同じ個体運動が例えば必要だよって言われてる、犬種の中でも、その中で必要だよって言われてるもうただでさえ多いのに、そっからさらに多い性格の子もいるし、逆にいや本当は運動のすごい多い犬種だって言われてるのに、その個体その子に限ってはおとなしかったりとか、逆おとなしい犬種って言われてるのにその子に限っては性格が明るくて元気いっぱいだから運動がいっぱい必要っていう子もいるし、でそれを全て自分で満たしきれるならもちろんそれでも構わないし、トレーナーさんに預けることが自分の中では賛成か反対かって言ったら別に反対ではないんですよ。ただどんな用途で預けるかっていうのと目的、例えばトレーナーさんの言うことを聞くようなワンちゃんにしていきたいのか、はてまた自分たちの言うことを聞くようにしていきたいのか、自分たちの言うことを聞かせるために今はちょっと激しすぎて困るから、トレーナーさんにね切り口を作ってもらって、そこから自分でコントロールしていくっていう一時的な体で使ってもいいと思いますし、もちろんね使用の仕方っていうのはたくさんあります。でもちろん預けることが悪いことでもないですね。で自分の場合はどちらかっていうと、本来は預けてお願いできるんであれば、遊ばせてあげるっていうのは非常にいいことかなと思います。まず一つ目として、ワンちゃんに向かっていっぱい吠えちゃう子っていますよね。でもちっちゃい頃から犬との接触ってそんなに取りますか？いいとこお散歩ですれ違うぐらい。ただトレーナーさんのところに行けばいろんなワンちゃんがいて、毎日いろんなワンちゃんを見たり会ったりしていけば、そりゃ吠えなくはなりますよね。もちろんね、反応自体は小さくなります、慣れてきちゃうから。でさらに、遊んでもらったりトレーニング入れていく中でいろんなことも覚えていくから、もちろんねその子からすれば若い時は特にね、いろんな情報をいっぺんに得られるからすごいね、お得、まあいいのかなと思います、自分的にはね。なので、疲れて帰ってきてくれて、でそこでさらにね人の言うこともちゃんと聞けて教えやすくて、お散歩もね例えばいつも帰ってきてから夜散歩来て引っ張り回しちゃうのが、トレーナーさんがいっぱい遊んでるからお利口さんでおとなしい状態でお散歩行ける、もう最高ですよね。どん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 もうどんな手使ってもいいから、ワンちゃんに対してどんどんどんいいリズムを作ってってあげるってなってくると、運動が必要になってくるから、そのためにね、お金を割いてやってあげるっていうことと、あとはね、雨髪を直したい、お散歩の引っ張りを直したいとかっていうのも本当の意味で自分が楽になりたいと思うのであれば、運動をひたすらトレーナーさん、もう本当に何だろう、言い方悪いけども、まあ極端に言いますよ、極端にお座りや伏せは教えなくていいから目いっぱい遊んでくれっていうのでもいいんですよ。本当にそれでもうくったくたに疲れてるところを帰ってきたら、もうワンちゃんがハッハッハッってなってる、お座り、あいい子だねって言って教えるだけでも本当は構わないですよね。本当にね、いろんなところにトレーナーさんいっぱいいたりするのと、あとはまあ利用の仕方もね、そのトレーナーさんによって変わってくるので教え方も違ったりはするんですけども、自分の場合はね、本当にね運動たくさん取らせてって、あとはね落ち着かせる、まあ落ち着けやすい、教えやすい状態にしてもらえれば、自分たちで教えられるからそういう状態を作ってねっていう方が、まあ家の中での平和を保ちやすいとかね、いろんなことを教えやすいっていう意味で言うとそういう方がいいのかもしれません。はい、というわけでね、トレーナーさんもねいろんな方がいていろんな場所があって、で利用の仕方もねあったりはするんですけども、まあある程度ね自分たちが利用の仕方って決めちゃっていいんだと思います。トレーナーさんにもいろいろ相談してみて、うちの子はこうでいいんですっていうの嫌ですっていう方はなかなかまあいないのかなと思うんですよね。なので皆さんもね、トレーナーさん上手に使いながら、自分のワンちゃんたちのね運動、まあもちろんねお金使わないで満たせればいいんだけども、お金ある程度ね使ってってあげると人間が楽になります。楽になると向き合えるし、まあそれをね絶対やりなさいじゃなくて、最初のうちはそういう利用の仕方もありなのかなっていうのも視野に入れてみてもいいと思います。ぜひ皆さんもね、ワンちゃんの先のこと考えてですよ、ちっちゃい頃から
いろいろ見てあげて、そういうものもね視野に入れながら少しずつやってみてはいかがでしょうか。